エリザベス・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダム、または、エリザベト・フォン・グロス・ブリタン・ニエムは、ヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ6世の日、イギリス王・ジョージ3世と王妃・シャーロットの三女として、バッキンガム宮殿で生まれた。両親と姉妹たちに囲まれて育った。両親は子供たちのうち特に、娘たちを手元に置こうとする傾向が強かったが、1812年に、エリザベスは、 自分の指定として、バークシャーのオールドウィンザーにあった元修道院を購入して移り住んだ。1785年頃、エリザベスが故障のジョージ・レムスと関係を持ち、娘、イライザを設けたとする文献が見られるが、それを否定する文献も存在する。1814年、イギリス宮廷で開催された舞踏会で、エリザベスはフリードリヒに目を留めた。彼は、 美しいフッサールの制服を身につけた一歳年上のオーストリア将校であった。もし彼が独身なら、私が彼と結婚するわ。とエリザベスは言った。周囲の猛反対にもかかわらず1818 18年4月7日、バッキンガム宮殿の礼拝堂で二人は挙式した。二人の結婚は、純然たる恋愛結婚ではないが、互いに尊敬し認め合っていた。 フリードリヒと結婚し、ドイツへ渡ることで、エリザベスは窮屈な家族との暮らしから逃れられ、またフリードリヒは、イギリス王家とのつながりができたことで、多くの利益を得た。二人は互いに同意し満足していたのである。1820年、フリードリヒは、ヘッセン・ホンブルク法白衣を継承した。彼は、エリザベスの持参金と年金を用いて、バート・ホンブルクの宮殿を刷新した。 エリザベスの方も、閉鎖的で堅苦しい成果に別れを告げ、今風の言い方で言えば、新たな環境で、本来の自分を取り戻したのだった。1829年、フリードリヒと死別した。夫との間に子はなかったため、夫の実定ルートビヒが紅白意を継承した。1840年、エリザベスは、フランクフルトアムマインで没した。ありがとうございます。